はい、どうも、海です。本日も俺の飯まだカオスなメンズのフルコースというゲームを実況していこうと思います。はい、いつ見ても俺の飯まだのタイトルやだな後ろにいるゲスな男たちの顔が映ってるのがよりね、こうなんかもうムカムカムカってね、引き立ててきますね。いや、いいゲームだこれもういきなりね、こう感情移入しやすいねタイトル画面ということでね。はい、じゃあ今回もやっていきましょう。でもね、スカッとするからね、これマジでスカッとゲームだから、はい、私はスカッとしたい。女の子たちがめっちゃスカッとすること言ってくれるからすっごい好き。彼がなんか怪しい。私の友達とやたら連絡を取り合っているみたい。ねえ、最近私の友達と仲いいよね。何かあったの？うわ、これ絶対浮気でしょ。はい、友達と？いやー、お前の友達いい趣味してるよ。今度一緒にドライブ行くことになったから。ガチで？え？お前の友達って女友達でしょ？さすがに。すっごい気合ってさ。え、付き合ってんだよね。え？これは？へえ、どうぞ。え、なんで二人で行くの？これは、へえ、どうぞ。なんで二人で行くのだよね、普通に考えたら。うん、普通に考えたら女友達と。あ、違うんか。だってお前、誘っても絶対興味ないじゃん。人が多いところやだとか言ってさ。そうかもしれないけど。だからっていいのそれ。いや、よくない。もうなんだこの男。いかにも浮気そうな顔してるもん。偏見出た。はい、私の悪いところ。へえ、どうぞ。はい。まあまあね、もうこんなこと言われた時点で冷めるけどね、絶対に。はい、はなんだこいつってなる。普通女の子と二人きりでライブ行くかな、なんか怪しくない？泳がせてみることに。ああ、なるほどね。だから普通に、ああいいよって言ったんだね。まあ、男そういうとこ気づかないのかな、アホだね。女の子はね、ちゃんと見てるからね。ネクスト、もう見逃さないよ、ちょっとした疑問点も。やっぱり浮気してた。二人がライブで頬を寄せてる写真を見つけてしまった。これ黒だよね。なんかどうなんだろう。チャラい人からしたらこれは普通とか言われたらちょっとわかんないし、いや私からしたら、うん、普通に浮気判定にも入るけど。友達、こないだのライブ最高だった。ライブなんだし酔っ払ってるだけだろ。なんでこれだけで浮気だって言われなきゃなんねえんだよ。あー、言っちゃったんだね。じゃあ、私が同じことしたらどう思う？こんなにくっつくなんて信じらんない。私が同じしたことしたらどう思う？はい、これですね、多分これは合ってる。よし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 、多分嫌だとか言うんじゃない、そういう男は。私がこんなことしてたらどう思う？誰だよこの男。ほら怒った、弟いいねいいね、この女の子も。自分は良くて相手はダメってか、なんかそういうとこあるよね。なんだろう、漫画とかでしか見たことないけどさ、なんか自分はするけどさ、奥さんとかさ、彼女がしてたらバチバチに切れるみたいな、あれなんだろうね。はい、なんだかんだ浮気を認めた彼。そしたら急に開き直り始めた。なんで私が責められるの？うっせえな、別にいいだろ浮気ぐらい。お前がもっと俺の趣味を理解してればこうはならなかったんだ。うわー、ひって、そういうとこも分かって付き合ったんじゃねえの？え、すげえ言い分だな。私の趣味は理解しないくせに、それとこれとは話が別。私の趣味は理解しないくせにでしょうね、これ。うん、俺の趣味を理解してればとか言ってるけど、こっちもこっちだぞって話だよね。はい。いやー、これ自分が見えてない男ですね。へえ、そう。私が美術館デート提案したら嫌がったくせに、そんなこと言うんだ。じゃあ私も美術館に興味のある人と浮気しても文句言えないよね。その思考回路信じらんない。そうだそうだ、もう言ってやれ言ってやれ。そうだそうだぞ、マジで。この通りだもん。ネクスト、まだある？あ、あるか。こんな男と付き合ってた。なんて自分が信じられない。この際だから社会的に死んでほしいな。もうめちゃめちゃに嫌いになりましたね。男は本能的に浮気する生き物なんだよ。女が浮気したらただのやりんじゃねえか。うわ、こいつ何、男は本能的に浮気するけどしない人いるから絶対にみんながみんなするとは限りません。する人は多いだろうけど、知らないけど。私のこと嫌いなら別れてよ。そうなんだ、知らなかった。そうなんだ、知らなかったでいいんじゃない、楽観的に。いいねいいねいいね。お前、ま、何知ってんだ。初めて知ったからびっくりしてつい
私初めて知ったさようなら、男性は本能的に浮気する生き物、バイ彼。最低じゃん、わかつぶやいたわけね、インスタかなんかにね、 SNS に。浮気を正当化するくせに、なんでキレてんの？アホくさ、本当だよ、全部自分が言ったことだからね言ったことなのにね、君の中で何してんだってキレられてもって感じですね。いやー、すっきりすっきり、これはいいね。友達もコメントしてくれてるしはい、もう次の声に行きましょう。はい、これはもうスパッと切るのがね、もういいよ。一番、今日は合コン張り切っちゃおう。こんばんは、花です。花です。お、ん、顔さんスタイル、マジでそんなこと言う？え、か、とん、そんで隣の君は顔さんスタイル6お前も言うてじゃん、全然だよ、ひどい。ご自宅に鏡ってありますかいいね、煽っていこう、こういうとこ煽っていくスタイルがいいよ多分。はい、ご自宅に鏡ってありますか。え、普通に可愛いじゃんこの子。あ、だって自分の顔をちゃんと見ていたら女性にそんなこと言えないと思ったので。物騒ほど人の容姿をバカにしがちだよね。あー、そうなのかな、わかんない。え、でもまあそういう、え、どうなんだろう、自分イケメンとか美女、いやー、そうなのかな、中身も部になってしまったみたいな、そんな感じかな。まあ鏡見てきてくださいって感じですね。大皿のサラダが運ばれてきた、目の前にやり取り皿があるし、やっちゃうか、取り分けますね。出た、私気が使える女アピール、いるよねこういう子、ピシッいやー、まあね、あからさまにさ、なんかぶりっ子な女の子とかさ、あ、取り分けますよ、はーいみたいな感じでやってたらそうだけど、この子絶対違うでしょ。普通にただ単にね、取り分けようとしてくれた親切な子でしょ。サラダが苦手ですか？そんなことないですよ。サラダ苦手ですかかな、うん、こいつはまともに会話しちゃいけないと思う。はい。もしかして野菜が食べられないんですか？言ってくだされば取り分けたりしませんので、好き嫌いあれば素直に教えてくださいね。あら、ごめんなさい。人を冷やかして許されるのは小学生までですよ。気が利かなくて気遣いには素直に感謝しましょう。そうだよ、うん、なんかさ、そういうのわかるじゃん、完璧に、あ、男に媚び売ってるなっていうのと、普通に気使ってやってる人っていうの、うん、見ればそういうのを見て取れない人はダメですね。出身大学の話になった。私は〇〇女子大出身です。そしたらあの男がまた突っかかってきた。この男好きでしょ絶対に。初めて聞いたよ。エフランかな、エフラン、エフランとは。そうかもしれませんね、さすが知的ですね、さすが知的ですね。ちょっと褒めとこう一回。おー、いいよいいよ、この男の扱い私分かってる。さすが神田さん、知的で難しい冗談がお得意なんですね。エフランをバカにする人って学歴コンプレックスの塊しかないのにいいね、トゲのあるお言葉、素敵なセンスをお持ちのようで。他人の学歴をエフラン呼ばわりはやめましょう。エフランってエフランクとかそういうことの略のこと？なんだろう、ごめん、よく分かってない。私もう本当ごめんなさい。もうそれ以下かもしれない。はい。合コンもお開き、酔いも回ってなんだか楽しかったかも。そしたら神田がやってきた。もううざいこいつなんだ、めっちゃ突っかかってくるね。俺の連絡先教えようか、俺みたいなエリートなかなか出会えないでしょ。君ラッキーだね。うぜ、絶対いらない、絶対いらない、お願いします。エリート、エリートうん、もう考え方がエリートじゃないよね。はい。でもエリートでも性格が悪い人とは友達になりたくないかも。それじゃ私たちは二次会行ってきます連絡先は女性から聞かなかったら察してくださいね。あ、そうね、うん、自分多分女性は絶対気になる人いたら自分から聞くからね。で、自分から教えてあげるっていうのはもう気がないってことだから、はい、らしいです。皆さん合コンの時は気をつけましょう行ったことないから分からんけど、もう全部そういうこういうゲームか漫画の知識しかない私ですけど、はい。今日は高校の同窓会だけど元彼の会ともいるんだろうな、嫌だな、会いたくないな。あ、元彼気まずそうだね。お、リカ子じゃん、老けたな、なんだこの男、脱制服着やがって、なんだそのところ。あんただってハゲてるじゃない、そりゃもう10年経つもの、あんただってハゲてるじゃない、これ聞くんじゃない、だから男性って、あ、違うの、ハゲって言われるとすごい傷つくみたいな。
言い返すとかガキかよ。いやほうれん線とかやばくね、あの頃は可愛かったのにな。あ、そういうパターンの男ねこいつ。はいはい、理解しました理解しました。ガキはどっちだあ、でもハゲって言われても、あ、ハゲてないから別あれなんか傷つかないのか。はい、本当にハゲてれば多分傷つくだろうけど、こっちか。はい、高校卒業してもう10年以上だよ。老けるよそりゃ。ところであなた、どうして30歳過ぎてるのにずっと高校生みたいな格好してるの？いやそれはマジで、それあの骸骨のね服、小学生じゃない、なんなら年相応が一番素敵。はい、ネクスト。結婚してるの？と聞かれて、してないよと答えたら嫌味を言ってきた。もうめんどくさい。リカゴ結婚まだなんだ。30過ぎても結婚できない女は絶対やばいって。お前と結婚しなくてよかったわ。あ、俺にもそれとって。なんでこんなこと言ってくるの？すっきり性格悪くない？え、結婚してたの？あなたが幸せそうでよかったよ。あなたが、いやこの男は多分おだてるのがいいんじゃないかな、さっきの感じからして。ああ、よし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 、あなたが幸せそうでよかった。だってあなたは私が経済受かった後、明らかに嫉妬して精神ぶっ壊れてたもんね。自分より頭がいいことが証明されて相当悔しかったんだ。あなたより頭いいんだ。ああそうなんだ、それで別れたってこと？もしかして。うわー、ちっちゃいですね彼女に嫉妬して頭の良さで負けて、プライド高すぎだな。はい、あれ、痛いとこ疲れたからか、だんだんムキになってきたぞ。お、いいねその焦った顔。これだからバリキャリって可愛くねえわ。結婚できないからって仕事できますアピールは痛すぎだっつの。引くいやいやお前ね、そんな服着たやつに言われてももう何も痛くも痒くもないよ。もう会社辞めたんだ、ムカつく、仕事できないくせに。いや多分ね、怒りに感情任せちゃダメだから、この男前に余裕持っとこう。はい、もう会社辞めたんだ。はい、この子正解の女の子なんだ。自分の会社を立ち上げたの、やっと軌道に乗ってきたとこ。仕事できますアピール？そんなの当たり前じゃない、私社長なんだから。お暇なら雇ってあげましょうか。うおー、いいねこれ。いやすっごいすっきりする。はい、え、何こいつ、社長って言った途端に急にすり寄ってよきた、キモいんですけど。はい、え、マジで、うわキモ。そっかお前一人ですげえ頑張ってたんだな。なあ俺今からでもまたお前の支えになれないかな。うわ、ひもになろうとしてる。あ、間違った、ひもになろうとしてるこの男。ごめんな、する、少しに手回すな。あなたが私の何を支えるの？あなた結婚してたのでは？あなたが私の何を支えるのじゃない？はい、でしょうね結婚はね、なんかしてないよって嘘つけるしね。はい、私より仕事もできない既婚のあなたが一体私の何を支えられると思ってるの？もしかして体？ごめん、私あなたみたいに暇じゃないから。は？願いです下げけど、うん？どういうこと？願い下げですけどか、読み方が間違った。は？願い下げですけど、自分の愛人に会社経営している独身女がいればさぞかし気分もいいでしょうね。そうね、そのためにねこの女を落とそうと頑張ってたのかもしれないけど、いやー、願い下げですね。もう社長だったらね、もっといい男普通にいるしね。あんな骸骨の服着た男絶対好きにならないでしょ。